お帰りなさい。遅かったわね。あら、その包帯どうしたの？あら、そう？ならいいけど。あ、お兄ちゃん、お帰りなさい。お帰りなさい。わあ、お兄ちゃんが怪我してる。お兄ちゃん平気？どうしたの？お兄ちゃん痛い？ねえ、痛い？本当に大丈夫？大丈夫なの？よかった。もうお兄ちゃん心配させないでね。それよりお兄ちゃん、新しい女の子と仲良くなったでしょ。占わなかったの？占ったよ。お兄ちゃんとララ、お兄ちゃんとルルちゃんはとっても相性が良くてゴールインするって。まあ、よかったわね。そういう結果が出るまでやったんだよね。ああ、ルルちゃん、それを言ったらダメじゃない。ああ、ごめん。そうとも言えないかもよ。占いで一番難しいのは自分を占うことなの。お兄ちゃんのこと、それだけ当たったんなら、ララには占いの才能あるかもね。そうなんだよ、ララは占い上手なんだよ。お兄ちゃん、いつでも占ってあげるね。足の具合はどう？あら、補習で居残り？いいな、お兄ちゃん、お呼ばれ。女の子のお家？あら、隅に置けないわね。デートかな？ルルもララも頑張らないと、お兄ちゃん取られちゃうかもよ。大丈夫だよ。だって、お兄ちゃん必ずこのお家に帰ってくるんだもん。お兄ちゃん持てた方が、ララたちも鼻が高いもん。あら、ルルもララも自信たっぷりね。うん、ララたちは
の準備も万端。あとはあなたが来てくれるだけ。一生懸命に準備したから楽しみにしててね。大丈夫だよ。あなたにくつろいでもらうために準備しただけだから。だから気楽にね。うん、わあ、楽しみ。何かいいことあった？いや、だってさ、さっきからお前、一人でにやけてたり、考え込んだりしててさ、気味悪いぜ。なあ、何かあったのか？おう、明日ちゃんと報告しろよ。怪しい。やっぱり絶対なんかあるよな、あの顔。
私たちが歩いて帰るなんて言ったから、みんな心配して出てきてくれたんだと思う。いつもは玄関でお出迎えしてくれるの。お帰りなさいませ、お嬢様方。ご国事を先に返されたので、いささか心配いたしておりました。ただいま、玄持さん。心配させちゃってごめんね。私たちのわがままです、ごめんなさい。いえいえ、お二人がご無事にお戻りになればよいのです。さて、あ、ごめんなさい、紹介が遅れちゃって。こちらの方がようやく出会えた大切な人なの。こちらは剣持さん、私たちのちーやです。剣持でございます。お初にお目にかかります。よくいらっしゃいました。私こちらで執事を務めさせていただいております。どうぞお見知りおきを。では紹介も終わったことだし、お部屋に行きましょう。うん、そうだね。さあ行きましょう。私たち二人にはちょっと広すぎるの。さあどうぞ中の方へ。だったら早く慣れてもらうために何日かお泊まりしたらどうかな。でもやっぱり突然すぎて難しいと思うよ。せめて昨日のうちに思いついていれば今日から泊まってもらえたんだけど。そうか、やっぱり急すぎるかな。お買い物を終えてお店から出てきた私たちは
見つけてしまったんです。青いパーカーを着たあなたを。そしてあなたはそんな私たちに気づいてにっこり笑って手を振ってくれた。何もかも夢と同じで。その笑顔がとても眩しくて、そして優しくて、ああ夢の中の男の子は本当にいたんだって。でも私たちすぐに見失ってしまって、慌てて追いかけたけど見つけられなくて。時が経てば忘れられる思ったんだけど、思いは強くなるばかりで、それからは夢中でした。剣持さんやいろんな人にお願いして、あなたのことを探して、お父様お母様を説得したり、お家のみんなが驚くほどに、あんなに真剣な私たちを見たことがないって。でもあなたにもう一度会いたかったから、だからあの日教室であなたに会えた時は本当に嬉しかった。私たちの思いが叶ったから。あの時の嬉しさはとても言葉では、もうずっと夢見心地で、気がついたらあなたの前に立っていたの。ホームルーム中だったのに、今思うとちょっぴり恥ずかしいね。ううん、そう思って当然だと思う。突然だったし一方的だし、でもご迷惑でなければあなたのことをさせてほしい。私たち二人一緒じゃダメですか。そうだよね。お嬢様方、お客様にもご都合というものがおありです。あまりわがままを申されますな。そうね、ごめんなさい。ごめんね、剣持さん。じゃあ、五穀寺さん、よろしくお願いしますね。では、こちらへどうぞ。気をつけてお帰りくださいませ。
到着です。光栄ですね。なかなか苦労されているようですね。まあ、剣持さんはお二人を本当に可愛がっていますから、旦那様からお二人を任されているという責任もありますし、今度の件はいろいろと特別ですからね。必要以上に警戒してしまうんですよ。あははは、そうでしたか。あの剣持さんがね、意外と見込まれているのかもしれませんね。いえいえ、独り言です。それではこれで、どうもお疲れ様でした。何の話？すごい大きな車だったね。こんばんは。すっごく驚いてるけど、驚いたのは私たちの方だよ。あんな高級車が止まったと思ったら、中からダーリンが降りてくるんだもん。おかえり。すぐご飯にするわね。カオル子ちゃんとスミレ子ちゃんがさっきまで待ってたんだよ。お兄ちゃん、早くご飯にしようよ。お腹空いちゃった。お兄ちゃんと一緒に食べるの？家族みんなで揃ってご飯食べないとね。修行中でお家にいないから、今はお兄ちゃんがパパの代わりしなきゃ。パパ、早く来て。ご飯の用意できたわよ。